怪我をされた方はいらっしゃい。ご主人様と一緒に楽し…試練が怖いとき。アリウススクワットのミレニアム学園。試練が怖いとき。ゲヘラ学園。急…怒ってないから。ミレニアム学園。わっ、私のことを探してくれてたの。一緒に美味しいもの食べに行こうよ。ご主人様と一緒に楽しい一日を始めちゃおう。ごきげんよう。あ、こっちの言葉の方がより自然かもです。はじめまして。自警団任務の延長ですね。トリニティの安全のためならいくらでも協力します。説明や解説が必要なら私に任せてください。正規実現委員会。怪我をされた方はいらっしゃい。怪我をされた方はいらっしゃいます。ゲヘナ学園。急…ごきげんよう。あ、うん、ライディング中だったの。先生も一緒にどう。まずは軽く200km くらい。説明や解説が必要なら私に任せてください。自警団任務の延長ですね。トリニティの安全のためならいくらでも協力します。ゲヘナ学園給食部のジュリと言います。お腹が空いたらいつでも私に言ってくださいね。白衣の天使があなたを訪ねてきましたよ。説明や解説が必要なら私に任せてください。ミレニアム学園。説明や解説が必要。正規実現委員会。じゃーん、ついに。ミレニアム学園。ご主人様と一緒に。ご主人様と一緒に。どれだけ寒い場所だとしても関係ない。なんたってオイラはレッドウィンター連邦学園の偉大な書記長だからな。ミレニアム学園、音瀬小玉。先生の声が聞こえたのでここに来ました。試練が怖いとき、苦難に負けそうなとき、私が一緒に立ち向かってあげましょう。ご主人様と一緒に。試練が怖いとき、小さいからって舐めない。僕空彩音です。小さいからって舐めない。あの、ミレニアム学園。
ベリタスの部長兼得意現象操作部の部長、ミレニアム最高の天才清楚系病弱美少女ハッカーの明け星ひまりと申します。よろしくお願いしますね、先生。自警団任務の延長ですね。トリニティの安全のためならいくらでも協力します。自警団任務の延長ですね。トリニティの安全のためならいくらでも協力します。ミレニアム学園、音瀬小玉。先生の声が聞こえたのでここに来ました。試練が怖いとき、ゲヘナ学園給食部のジュリと言います。お腹が空いたらいつでも私に言ってくださいね。ごきげんよう。あ、こっちの言葉の方がより自然かもです。はじめまして。ごきげんよう。こっちの言葉の方がより自然かもです。はじめまして。ごきげんよう。あ、それで今から何をすればいいの？今から何をすればいい？教えて、先生。